笑顔で子育て、エガ子育チャンネル。イエーイ。自己主題、自己主題。はい。東大ママののっこです。プリーターママのともです。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。始まりました。始まりました。はい。これはエガ子育チャンネルと言って、はい、笑顔で子育てをしていこう、はい。していく人を増やしていけたらなということで、始めました。そうです。はい。このエガ子育チャンネルは、誰に向けてのチャンネルでしょうか。まあ一応子育て中のママさんたち、でもパパでもいいと思うし、これからママになる人たちでもいいし、はい、ママじゃない人たちも別に構わないですよね。そうですね。なんだけどやっぱり子育てしている、はい、方々に対しての応援チャンネルかな。はい、うん、私たちも一応子育てをちょっとね、うん、してきたので、ちょっとだけ先輩としてこんな風にやったらよかったなとか、うんうん、あ、これ結構うまくいったよっていうこととか、うん、私たち以外でもこんな風に、うん、あの上手に育てたお友達とかいらっしゃるよとか、うん、こんな子育て参考になりますよっていうようなこととか、あとお仕事で知り合っている子育てのプロの方の、うん、
らしをして自活して頑張ってます、はい、で下の子は中3で今から受験なんですけどね、はい、で私自身はベビーサインという赤ちゃんと喋れない赤ちゃんとコミュニケーションをしようというね、講師をやってまして、それからですね、お母さんがとにかく笑顔になる場所を作りたいっていうことで、子育て中のお母さんが子連れで来れるカルチャースクールっていうのをね、やってます。でそれからですね、まあ、いろいろやってるんですけどもね、そこから発生してお母さんが英語を教えてほしいっていうことなので、まあ、子供さんに英語を教えてさせていただいたり、自分の家で学習塾をやったりとか、まあ、英語だけに限らずいろんな教室をやっています。で大人向けの、プライベートの英語英会話レッスンも、ね、他にもあるじゃない、占い、そうね、そう、あれはね、統計学なんですね、はい、お誕生日、そう、占いじゃないの、占いちゃう、お誕生日動物占いかな、それはね、そう、またそれについてはね、うん、後で語りますけどね、まあ、統計学です、お誕生日からまあ、その人が持つね、個性とか才能を分析しようっていうね、それは子育てにも活かせるものです。何をしようとしているのかっていうのをお伝えしました。ぜひまたね、あのためになる情報をお伝えしたいと思いますので、チャンネル登録、はい、いいねボタン、はい、それからコメント、私たちね、ちょっとねこういうの初めてなんで、はい、いろんなねご意見あるかと思うんですけれども、